僕をいつも応援してくださる皆さんはじめましての皆さん生配信を見てくださっている画面の前の皆さんこんばんは寺田心ですスタンディを見ると懐かしいと言いますか一言で言うと技術の集まりですご紹介しますまずは寺田心さんです、うん、はいえー、僕をいつも応援してくださる皆さんはじめましての皆さん えー、生配信を見てくださっている画面の前の皆さん、えー、こんばんは寺田心です渡辺憲剛演じさせていただきました寺田心です今日はよろしくお願いいたしますスタンディを見ると懐かしいと言いますか撮影してた時の気持ちに戻るんですけどなんか撮影中ほぼなんかこの姿でお会いしていたのでなんか皆さん 素顔で初めまして。というか、なんかとても不思議な気持ちです。杉崎さんともね。ご一緒してるシーンもありましたね。はい、とてもあのなんか、まるで家族のようにあのお姉ちゃんのように仲良くさせていただきました。<laughs> ね、とても優しかったです。です初めて今回ワイヤーアクションにあの挑戦して地面に足がつかないことだったりとか。まあつかないと。やっぱり体が思うように動かなくて。でも。 その逆に,なんかにあの人間離れした動きをしているときはなんか魔法使いや超人に,に,になったような気持ちになりましたね注目ポイントをまず教えてもらってもいいですかいやあのまず一言で言うと技術の集まりですあのやっぱり特殊メイクや衣装や小道具などもすごく細部にこだわられていてそれにその演技が相まって本当に妖怪そのもので僕は そのお芝居に本当にずっと驚かされてましたね。あの、この撮影で渡辺圭を通して僕自身一回りも二回りも成長したような気がしています。そしてその機会を与えてくださった三池監督に、そして携わるたくさんのスタッフの皆さんに感謝します。あの、このご時世ですが、英会妖怪大戦争ガーディアンズが 映画館で上映されることをとても幸せに思います今日は本当にありがとうございましたありがとうございました以上をちまして舞台挨拶は終了になります配信をご覧の皆さんともここでお別れになります皆さん手を振っていただいてお別れしてい,いと思いますありがとうございましたバイバイ <laughs>